今日は AK の日の持ち物を紹介します。イエーイ。これこのリュック何回か多分登場してると思うんだけど、ピンクラテのリュックです。でなんとここの横のねメッシュのところがあるんだけど、ここにあの幼稚園の頃からお友達の M ちゃんとお揃いのパンダのニコ縫いっていうのをつけてます。ここでね磁石があって2つあるんだけど、それもう1つくっつけるとピタッてなるキーホルダーのことです。見てパンダめちゃくちゃ可愛いの。私パンダ大好きなんだよね。お守りとして持っていきます。でこの子を横にこんな感じで顔を出しておきます。でまずはまたここのメッシュの一番ここね分かりやすいポケットには、やっぱりもう試験の時で時間が大切なので、時間が分かるために時計を持っていきます。ここのね腕にするところのポコポコがかわちい。あとメモリもね私の好きなねカラーなんだよね。こんな感じです。お気に入りの時計を持っていきます。ではハンカチティッシュのティッシュと、あとはガーゼハンカチみたいなタオルを持っていきます。水筒、多分あの喉が渇くと思うので水筒持っていきます。であと、もうこれはね一応持っておかないと心配になっちゃうから、デルタンっていう単語帳を持っていきます。これめちゃくちゃ分かりやすいからおすすめです。であとはもうこれ試験に忘れたらちょっとやばいっていうくらいの、じゃん、筆箱持っていきます。これは小学校に入ってからお友達になった M ちゃんとお揃いの筆箱です。クモのです。じゃん。でここが透けてます。めちゃくちゃ可愛い。でチャックを開けて中身はまずは、パンダとペンギンとかのモフモフのシリーズの消しゴムです。匂いは香り付きでめちゃくちゃ甘いいい香りがします。であとはやっぱりこれね見るんだけどちょっとわからないってとこがあったら線引きたいので、プロパスのペンを持っていきます。このペンは漢検とか英検とかの必需品です。であとはシャーペン2本とオプトの0.5 と、あとモノグラフの 0.5 です。これも小学校に入ってからお友達になった M ちゃんとお揃いのシャーペンです。あとは写真と、あこれも小学校に入ってお友達になった M ちゃんとお揃いのニコイチチャームの 2B の鉛筆です。これ結構使って短くなってます。これで筆箱の中身は以上です。あと中身は、そうもう試験終わったとか前とかにはやっぱり糖分が必要なのでグミを持っていきます。このグミはミッキーの 4D グミで、中身がなんとミッキーのね形になってて、じゃん、見てミッキー、ほら見て立体になってるの分かるかな、ちゃんと目とか鼻とかのねこんな感じで立体になってるの、めちゃくちゃ可愛い。これを持っていきます。これでバッグの中身以上です。今日は英検の試験が終わった後にダンスのレッスンに行くので一日頑張ってきます。バイバーイ。今から英検受けて